って思って じゃん。そう。だから数の子取ったの。え、こんな立派なのあったの。だからもう三つあるから。池作り。あって池作りしたらダメだよ。脳にでもハマってるね。でもさ、これタオルとか敷いてあげれば。そう、これ木だからさ涼しいと思った。お前の新しいベッド。ね。ちょうどいいなと思ってます。え、よかったね。本来は魚を並べる。鯛を入れるんです。入っちゃったの。こんだけ深さがあればさ、寝るのにね。これ木だから浮くかな。浮くかもしれないよ。川に流してみる。ちゃんとあれが止めたるから、あれがね、量が。ここにさ、ロープつけて、ね、引っ張ってやるわ。明日これで泳ぐかって。これボートだね。笑っちゃうね。本人おとなしく入ってるじゃん。そう。入れたら平気だった。嫌がると思ったら出なかった。さて明日はこれに入って川で流れてみようか。気持ちよさそうに